ルローに献身。金曜ロードショー2週連続、ルローに献身第1者は、京都大河編、県新 VS 史史を、死闘の幕開け。9月2日の金曜ロードショー日本テレビ系、金曜午後9時は、2週連続、ルローに献身第1者として、佐藤健さん主演のルローに献身京都大河編、大友慶史監督、 2014年を5分拡大で放送する。原作は和月信弘さんの人気漫画。シリーズ第2作で、原作で人気の京都編を元にした二部作の前編だ。主人公、日村謙信と、謙信の後継者として、家の人切り役を引き継いだ獅子尾誠、獅子尾熊こと,との死闘が幕を開ける。人切り抜刀祭。 と恐れられた伝説の人切り、日村謙信、佐藤さん、は、新時代を迎え、神谷香る、竹江美さん、つらと平和な日々を送っていた。ある日謙信は、自身の後継者として、家での人切り役、となった獅子尾誠、藤原達也さん、が、京都で暗躍している、と新政府から聞かされる。 政府の派遣する討伐隊はすべて死、踊りジオスに退けられたため、献身に討伐の命が下る。一大兵力を築きクーデターを狙う死死を阻止すべく、献身は必死で止める君に別れを告げて京都へと向かうが、第一作から続投する江口洋介さん、青井優さんらに加え、伊勢谷優介さん、土屋太鳳さん、上木隆之介さんらも出演する。 9日の金曜ロードショーは二部作の後編、流浪に献身伝説の最後編同監督を放送する。